はいどうも、お茶です。じゃあ今日もね、ギルティギア、シンを使ってやっていこうと思います。シンの方もね、カイと同じく23段を目指そうとね、とりあえずはね。まあ一応、最終地点としては文字段なんですが、文字段なんてね、正直、まだね、高すぎるんで、あんま高すぎる目標設定してもね、いいことがないと思うんで、志は高く目標は低くでいこうと思います。で23段を目指そうと思ってます。なんか個人的に23段はあれがある、あの壁があると思ってるんで、はい。ってことで相手ディジーですね。まあまだ今21段なんで、あと2段上げないといけないですけど、そもそも多分まだ俺の実力じゃ22段いけるかどうかも怪しいぐらいのあれだと思うんですよね。はい、まあ、とりあえず試合に集中します。しっかり1回目で対空してきましたね。しっかり画面見てる方なんで。あ、今ワイパンで落とせなかった。ほう、はい、おいしい。ダウン取って、なんで取れない今の。やべ、対空される。あぶね。あ、もったいね。 JK カウンターした。減りすぎだろ。リスクゲージあるからか。あ、これね、魚キャン強いですよね。投げれない。無理なの今の。今の投げれないのか。これ死ぬ。あー死ぬ。あー死んだ。どうしよう。とりあえず飛ぶと対空絶対反応してくるんで、ワンチャンブリッツで買ってもいいかもしれないですね。まあ、結構リスクのある選択肢なんですが、一回ぐらい見せといてもいいんじゃないかな。暴れ潰ししてこない。まあ、正直見てからエルクでも間に合うんだけどね。あ、やってきた。あ、牛？ここでご飯食ってダウン。あ、ミスった。なんか手立てた。やべ。やっちゃった。ガバン手立った。なんで足払い出したし。オッケー。あー届かねえ。 DG めんどくせえんだよな、こういうのが。おいしい。やってねえ。投げ漏れがね、6回になっちゃった。こう投げれる。はい、遅かった。あー、やったー。下手くそ。ちょっとあれですね、もったいない部分が多かったね。てか俺なんか全体的にもったいない部分が多い気がするんだよな毎回。ちょっとでもね、これね、いけますね。勝てます。これ勝てます、勝てます。全然いける。しっかりと今までね積み上げてきた基礎を生かして。暴れ潰しか？やってこない。当て身の方選択してきた。また当て身投げる。暴れ潰しをしてこない。やった、これはめられる。 OK、 来た。どうしよう。あ、バックステ。あー、ブリッツでね。くそ、はめられる。 OK。絶対反応してきますね、2S で。逆に脳死で 2S 対空してると言ってもいいぐらい。まあ、対空出すこと自体は全然素晴らしいことなんだけど、逆に 2S 対空投げれる、これ。はい。女キャラは JS。 あー、出なかった、出なかった。 OK、 ブリッツ勝った。おい、オッケー、大丈夫、大丈夫。本来、新ネジは多分ね、有利から、微有利から五分ぐらいの組み合わせだと俺の中で持ってて。なのでね、全然、勝てる相手、多少格上でも、キャラパワーでゴリ押しできる。まあ、これがね、修正入るって情報あったじゃないです。あ、やった、これ。それいかに芯が弱くなるかなんだよな。 OK、 美味しいよこれ。絶対ダウン取れるからのブリッツ。 OK、 読みされてますね。あ、もう地味にタメピクループ難しいんだよな。はい、バックステとブリッツタクってくる。もう一回。うん、俺の勝ちたいムーブを読んできたか。やったー、脳死ブリッツ。暴れ潰ししてこない。やっちゃった。投げる。どうする？どうする？どうする？
キンバを許してしまった。これは暗転ガフになってませんね。ガードできる。走り遅いんでね、あの変な技。オッケー、いいコンボ判断。ふぅ、さあ1ラウンド取って、1ラウンドじゃねえや、1勝取ってきましたね。全然勝てますね、やっぱりね。落ち着いていきましょう。とりあえず飛んだら逃げスタイクしてくるっていうのと、しっかり頭の中に入れて、オッケーでね、 DG はダウン優先したいですよね、やっぱね。あ、バカ、はい、脳死してた。ブリッツでよかった。ダウン取られて、でもこれは重ならないやつ。空直したかったので、できればね。やってね。オッケー、ダウン取って、バックステック散らしてくるね。こう、うん、対空今日出るね。バックスかな。オッケー、しっかりリスクを植え付けていく。やっちゃった。まあいいや、ファーストカスター。これ赤キャンで殺しきれたかもね、ワンチャン。あー、やってきたー。どうなる。赤った。え、やった、やっちゃった。昇竜が出ませんでした。均一になりました。やっちゃったな。まさかのボンミス。こういう時のためにね、コンボ練習はしっかりやっときましょう。もう今日から1日30分毎杯昇竜練習します。もうトレモ時間をしっかり作っていく。やばいな、減るな。あー、2杯出なかった。ただの表裏で崩れていく。よくない。しっかり直が。うん、あ、読まれた。うわー、痛すぎる。いや、完全にこれ、さっきの前杯キンエスで全てが崩れた。ちょっとなんかすごい悔しい試合になりましたね。だってこれ、このラウンド負けてたとしても、さっきの前杯昇竜で勝ってたから、いやー、本当にね、悔しい試合となりました。まあでもやっぱこれもね、コンボをミスった俺が悪いんでね、まあこういうとこも含めね、しっかりと基礎を詰めていかないと、なかなか文字段にはね、たどり着かないと思うんで、とりあえずね、今日はこんな感じの動画になりました。ね、いつもね、見てくださってる皆さんとかね、チャンネル登録、高評価してくださってる皆さんね、本当ありがとうございます。ってことで、失礼します。